セグレイブブラックバーン B1 セグレイブは1930年代のイギリスの総発の4座席のツーリング機であるブラックバーンエアクラフトで製造された英語の発音を日本語にするとセグレイブとなるが主に日本語ではシーグレイブと表記されるレーシングドライバーで自動車の速度記録を樹立したヘンリーセグレイブが設計した総発の太陽機である木製の試作機は サンダースローでサロシーグレイブメテワイという名前で制作された。試作機は1930年5月28日に初飛行したが設計したセグレイブが同じ年の6月13日に自己死したことで開発が遅れた。イタリアのローマにデモ飛行しピアジオ P12 としてライセンス生産を行う契約が結ばれたが2機がピアジオで製造されただけである。 金属構造に改造した機体2機がブラックバーン社で製造され、はじめブラックバーン CA18 の形式名で、後に B1 の形式名が付けられた。ヨーロッパで受注を受けるためのデモ飛行を行ったが、ブラックバーンで新しい単桁構造の主翼に改造して、CA20 となった3機目が製造されただけで終わった。ありがとうございます。